それではグリッドを表示させてみます。まずメニューボタンですね、ここを押します。そうすると、こちらの左のところをですね、ずっとこの下のボタンで下げていきます。そしてこのセットアップの1番ですね、そしてここを右ボタンを押して、そしてまたずっと下げていきます。ここに表示設定とありますね、表示設定、そしてまた右ボタンを押して、でまた下げていきます。フレーミングガイドとあります。ここをですね、右ボタンを押して、方眼9分割24分割と2種類ありますね。こちらを押して OK。 そしてバックですね、バック、はい、表示されました。